義弘東高は、安土桃山時代の武将、大友氏の家臣。文後国の戦国大名、大友氏の家臣で、八山城城主、手、ヨ重信の子として誕生。陽名は、松一太郎。はじめ、東雲と名乗り、天正十一年に東高と改めた。天正六年の耳川の戦いで、父、重信が戦死すると、家督を継いだ。以後、 衰退する大友氏の勢力挽回を目指し忠誠を尽くす。父の重信同様、平次は家計城により爪城として八山城を保持していた。これは、叔父の高橋正雲も同様な構成をとっていることから、この地方特有の戦略であったと思われる。また、天正七年の主君の大友義宗が東高に当てた書状の中で、 吉宗は反旗を翻すと想定される、田原本家に備えるため、秘密裏に、矢山城を堅固に集築するよう要請しており、果たして天正八年の田原を抜きが反乱を起こすと、倉掛城の攻略などで活躍した。その後、大友氏が豊臣秀吉の参加となり、豊臣氏による天正十四年の突撃側の戦いに、交尾軍として従軍するも敗戦。 その際に、島津軍の追撃を受ける主君、吉宗や長祖壁軍、戦国軍らを救援し、祇園河原の戦いで300の手勢を分け、一陣は鉄砲、二陣は弓、三陣は、長宗の三段構えの陣を指揮し伝軍となって、島津軍の川渡りを中断させ、吉宗を高崎山城、武前流王城へと逃し、島津軍の船井進行を追日遅らせた。ところが、 天正二十年に参陣した文禄の役での主君、吉宗の失態により大友氏は改役された。当校は、無前国な勝の黒田上水に招かれ、黒田家の重臣、井上の房の家に預けられた。後にいとこである柳川上主立花宗重の下へ身を寄せ、これに二千国で仕え、慶長の役においては、立花軍の四番隊を任された。文禄五年の、 文禄五年朝鮮五人、国家中軍役校付木花見鉄砲の里氏に、同十朝校に、戦国義弘家兵と見える。慶長五年、関ヶ原の戦いが起こると、立花家は西軍に着くことを表明した。東高は、大友家の当主、大友義則が徳川家に仕えていたため、大友家の急恩に報いようと立花家を、ひまこいし、騎場のもとへ向こう。その道中に、 大友家の再興を狙う前当主、吉宗と再会し、議場のこともあり、吉宗に東軍加担を進言するが、吉宗は聞き入れず、西軍に加担したため、東高もこれに従った。この際、丘陵の矢山城に再び寄ったようである。文後国奪還を図って吉宗が文後に攻め込んだ際、細川家の松井康行が守る木月城を攻め、二の丸まで落とすも、 黒田軍の援軍が近づいてきたため、攻略を断念し、助水の軍勢と分を、石垣原で激突した。東高は釣りの伏せ犠牲戦術を使って、鉄砲隊の構成で、黒田軍の先砲隊を大損害に与え放り、四粒や時枝鎮、次来率いる先砲隊を破り、九の次左衛門のと、総河部五郎衛門を戦死させ、自身も、 小田急をおさえもんの党三十四人の支給をあげる、活躍をし、黒田勢を相手に優位に戦を進めた。しかし、女水の本軍がいつ到着するかわからないという、戦況であったため、全体の士気が振るわず、次第に大友勢が劣勢となっていった。当校は、死君、吉宗に別れを告げ、残りの手勢三十四機で、黒田勢に突撃。七つ石において、 旧地の黒田氏家臣、井上のふさに功を挙げるため自陣して撃たれたと言われる。当高の打ち死にによって、大友勢は事実上壊滅し、吉宗は法利友信を通じて、女水に降伏した。その際、八山城は女水に攻められ、当高の妻を守るため城兵は、わずかな兵力となっても応戦したが、多くは打ち死にしたと言われる。なお、当高は死後、 熊本藩士となった子孫によって、大分県ウェップ市にある、吉広神社へと祀られた。石垣元の戦い前夜に、明日は、誰が草のカバネやテラスらラン石垣原の今日の月影、という時世を残した。吉広東高がごとき心の義士は、古今類少なきことなり、日頃より情が厚く、部の道に達しており、大将の器たる人物である。ありがとうございます。